豊川駅は大阪府茨城市豊川4丁目に位置する大阪モノレールサイト線の駅である。駅番号は53。島式ホーム1面2線、改札口は2階、プラットホームは3階。プラットホームは4両編成分しかないが延長に備え南側に旧西国街道を越えるプラットホーム用の橋桁があらかじめ仮設されている。階段やエレベーターは 駅舎の東側にある駅前広場側にしか設置されておらず、西側からは改札口に出入りできない。駅舎の衣装は大阪モノレールの一般的な駅や斎藤西駅とはやや異なり、ベージュを基調とした独自のものとなっている。車両との段差のないプラットフォームや温水洗浄便座を備えた多目的トイレの設置などは同日に開業した斎藤西駅と同様である。 駅は、清水交差点を越える清水高架橋と一体で、整備され、駅の真下を南方向へ向かう車線が通っている。ただし、高架橋の完成は2011年7月まで、ずれ込んだ。2019年時の1日平均乗降人員は3033人で、大阪モノレールの駅全18駅中17位。開業以来の1日平均乗降、乗車人員の推移は、 下記の通り、国道171号と大阪府道1号茨城、接線の交差点の南側に位置する。同交差点の南西角に、ニトリ茨城北店があり、その西隣に、不創成功大阪工場がある。駅の東側には、駅前広場が作られており、開業から3ヶ月後の2007年6月27日に、豊川駅停留所が新設され、 阪急バスが乗り入れている。豊川駅停留所、国道171号上に設置された国道豊川停留所も利用可能。こちらには茨城駅や阪急石橋駅方面に向かうバスが日中1時間に4回程度発着し、豊川駅停留所より充実している。国道豊川停留所日本語での案内放送における駅名の発音は 現在の音声合成装置導入以前の阪急バスと同様に、豊川、と、とにアクセントが置かれており、愛知県の豊川駅の豊川とは異なる。ただし、英語の案内は愛知県の駅と同様で豊川に近い。また、鉄道娘の豊川窓かの引用元である。ありがとうございます。